北里柴三郎博士による、破傷風菌に関する論文原稿国宝と思われる、書き込みが認められる。東大科研、近代科学記念館破傷風菌は、クロストリジウム属の細菌で、破傷風の病原体である。グラム陽性、嫌気性の大型肝菌。世界中の土壌やお芸に画法として存在している。1889年にエミール・ホンベーリングと、 北里柴三郎が初めて純粋培養に成功した。産生する毒素は、テタノスパスミンあるいは、テタヌストキシンと呼ばれる神経毒と、テタノリジンと呼ばれる溶血毒である。運動障害は、破傷風毒素によって引き起こされる。テタノシンは、主要症状に関与しないと考えられている。破傷風毒素の毒性は、 極めて強く、世界最強の毒素の一つとして知られている。マウスの半数致死量は、体重1ラムあたり0 0 0 0 0 2ラムである。ただし、致死活性は、注射経路によって異なる。毒素は神経筋接合部から、神経終末膜を介して、神経内に取り込まれる。毒素は逆光性移送され、脊髄全角に到達し、細胞膜を通過し、 シナプス全膜を通りさらに上位の中枢へ運搬される。そこで抑制性シナプスを遮断し、形成麻痺を引き起こす。ついで興奮性シナプスも遮断し、筋は拘縮した状態となる。これはストリキニーネの作用と同一である。ちなみにこれはボツリヌストキシンの作用と逆となる。ボツリヌストキシンは筋の弛緩を発生させる。 大きさは0.3から0.6マイクロメートル、3から6マイクロメートルである。画法は円形で端材性であり、太鼓のバチ状と呼ばれる形態を示す。この画法の形態は、クロストリジウム属の中で、破傷風菌だけが持つ特徴である。弁毛を持つため運動性を有し、寒点平板状で膜状に広がるのを見ることができる。 クロストリジウム属で唯一インドール酸性が見られる。基本的には症状から推測するしかない。発症した時には外傷が治癒して分からなくなっていることがあるため、外傷がないからといって発症風の可能性を除外しないことが重要である。そのため受傷歴がないか問診することが重要となる。総症部や脳から菌を分離できることもある。感染前に 破症風ワクチンまたは4種混合ワクチンを予防接種する。早期診断し、速やかに破症風免疫クロブリンを筋肉注射し毒素を中和する。神経細胞に毒素が結合すると中和は不可能となるため、早期診断、治療が非常に重要である。また、抗生物質としてペニシリン系薬剤を投与するほか、気管切開、ジアゼパムなどの後継連薬 ベクロニウムなどの筋歯関剤投与などといった対象療法をいつでもできるようにしておく必要がある。北里大学の交渉は、破傷風菌を図案化したものである。これは、学祖、北里柴三郎の破傷風菌研究に由来する。ありがとうございます。